特撮作品で様々な敵キャラを演じた俳優。数多くの悪役を演じていても時にはヒーローの味方だったり協力者だったり、またごく普通の脇キャラとして作品に登場することもありました。今回は悪役俳優が悪役ではない役で登場している作品を紹介してみようと思います。超電子バイオマンのドクターマン役や五星戦隊大レンジャーでゴーマ15世役など強烈な悪役を多数演じた甲田宗丸さん。甲田さんはウルトラシリーズでは防衛隊の参謀役や艦長、隊長役を数多く演じていました。仮面ライダースーパーワンには赤心少林拳の最高師範の限界老師役を熱演。スーパーワンの変身者奥和也に変身の呼吸を習得させ拳法修行を指導した。また和也が窮地に陥るたびに彼に的確なアドバイスを送った。劇場版では怪人ストロングベアを倒しその剛腕ぶりを披露しました。愛の戦士レインボーマンの電流人間エルバンダ役や正義のシンボルコンドールマンのジェイゴードン役などユニークな悪役を多数演じた大月ウルフさん。大月さんは仮面ライダースーパーワンで国際宇宙開発局の科学者で奥和也の育ての親でもあるヘンリー博士を演じています。また仮面ライダーストロンガーでは日本への石油輸出をストップさせて日本の経済に大混乱を引き起こそうとしているブラックサタンの奇怪人カメレオンに襲われる来日した石油大国アラフトのカザール国王を演じていました。デンジンザボーガーにはシグマ団のラガーズ兄弟に殺害され宝石を奪われてしまう宝石商役で出演していました。正義のシンボルコンドールマンのゴキブラー人間隊やザ・影スターのゴリラマン宇宙刑事シリーズでも複数の怪人の人間隊を演じていたダン・イワオさん。ダンさんは忍者キャクターに服部巡査役でサブレギュラー出演していました。二町派出所に勤務するこの作品のコメディリリーフ的な存在でした。仮面ライダー V3 の第14話には V3 に関する重大な秘密を風見四郎に伝えようとしたところデストロンの怪人ガマボイラーに捕まり命を狙われた国際警察の捜査官で V3 の協力者ジョージ・カマモトを演じていました。愛の戦士レインボーマンのシネシネ団の女幹部オルガやデンジン・ザボーガーのシグマ団のミスボーグ、また科学戦隊ダイナマンの女将軍ゼノビアなど数々の鮮烈な悪女を演じた藤山律子さん。藤山さんは仮面ライダーの第63話に女性のオートレーサー瀬能早苗役で出演していました。本郷猛のライバルのオートレーサー勝丸伊佐をサポートするもサイギャングが異物を混入したタンクを使って勝丸のマシンに給油したため勝丸のマシンが爆発し彼に重傷を負わせてしまう。太陽戦隊サンバルカンの第26話には腹ペコモンガーの腹ペコキンに感染したロボット工学者博士の砂村春子教授役で登場。ヒョウ朝浦と共に晩餐会で腹ペコモンガーの満腹的料理を食べトレビアーンでございますわねと言っていたのが印象的でした。仮面ライダーの死神博士や変身忍者嵐の大魔王サタン星雲仮面マシンマンのプロフェッサー K など個性的な悪役をたくさん演じた天本秀世さん。天本さんはウルトラシリーズでは天文大書院や博士役などを演じています。また同じくつぶらやプロ作品のマイティジャックではマイティジャックのメンバーで科学者の村上譲役を演じました。火薬爆薬の専門家で普段は花火屋の主人経験豊富なとても頼りになるメンバー。宇宙鉄人兄弟では兄弟の協力者のカイドウ博士を演じました。ダダセイロボット軍を倒すためのヒントとなる花摘の歌の謎を解明しようとするサイクルマンに撃たれ吊り橋から転落したことにより記憶喪失になり最終回近くまでずっとその状態のままで登場していました。超新星フラッシュマンのレイワンダ、超獣戦隊ライブマンのドクターケンプ、超人戦隊ジェットマンの帝王トランザなどスーパー戦隊シリーズで多彩な敵役を演じた広瀬豊さん。広瀬さんは巨獣特装ジャスピオンの第14話の冒頭のシーンに戦場で結婚式を挙げるカップルの花婿役で出演していました。指輪の交換をした後なんと参列者たちによって服を脱がされ新郎新婦ともども水着姿になって船から海へ投げ込まれるという豪快な祝福を受けていました。仮面ライダーブラックの第4話にはバイクレーサーの早見徹役で出演。
飲み会人に臆病ホルモンを注入され、その副作用で獣人の姿になってしまう男を演じていました。電撃戦隊チェンジマンの復刊ブーバや、光戦隊マスクマンの地底人を呼ぶ、超獣戦隊ライブマンのドクターアシュラなど、スーパー戦隊シリーズで様々な敵キャラを演じた岡本義則さん。岡本さんは宇宙刑事シャリバンに2度顔出し出演しており、第19話に伊賀星の子孫伊賀光一役、第46話に航空写真家の北川と共に行動するカメラマンの高木役で出演しました。伊賀光一は奥伊賀島の出身者で、町で女性と一緒に歩いていた時に謎の仮面怪人に殺害されてしまう。また忍者戦隊カクレンジャーに忍者ブルーに変身するサイゾーの先祖霧隠れサイゾー役で出演しています。巨獣特捜ジャスピオンの銀河魔女ギルザや仮面ライダーブラック RX のクライシス帝国の諜報参謀マリバロン、特捜ロボジャンパーソンのスーパーサイエンスネットワークの首領綾小路麗玲子など個性的なスタイルの悪女を数多く演じた高畑淳子さん。高畑さんは特捜エキシードラフトの第6話にトラック運転手の竹内秀美役で出演しています。巨大なデコトラに乗って荷物を運搬していたところテロ組織に捕まり、核爆弾を取り付けられたトラックを東京まで運転する羽目になった母ちゃん、まさにトラック野郎の女性版桃次郎のような破天荒な活躍を見せていました。ジャッカー電撃隊の鉄の爪アイアンクロー、バトルフィーバー J の2代目ヘッダー指揮官、科学戦隊ダイナマンのカー将軍、高速戦隊ターボレンジャーのボーマ博士レーダなど、スーパー戦隊シリーズで数々のインパクトの強い敵キャラを演じた石橋正史さん。石橋さんは帰ってきたウルトラマンの第9話にマットの整備班の班長の近藤役で出演しました。無人島に不時着し破傷風にかかった南隊員を救うため、解体中のマットアローを急いで組み立てる、マットアローに乗り込んだ豪隊員を心配する姿が印象的でした。仮面ライダーブラックの第40話では山奥で暮らす高杉三郎を演じています。日本一の空手名人と悟る少年に勘違いされ、少年の夢を壊さないように空手名人のふりをしたところ、少年に弟子入りを申し込まれあたふたする。実際の石橋さんは極真空手7段の有段者でしたが、その石橋さんが空手ができない情けない男役を演じていたのが新鮮でした。